久保さんやら,ない習慣がや,らやらない習慣がある人はやらない習慣を生み出すみたいなねこれいいっすね <laughs> でもやる習慣がある人はまたやる習慣を作れるっていうねこれ結構いい,いっすね確かにまあそうだなと思いますねまあ結局その習慣のあり地獄から抜けられないでもその習慣を良い習慣に変えた途端あのなんだいいスパイラルになる だこれ例えば、アウトプットの習慣をつけると常にあこれもアウトプットできるかなあこれもネタになるなこれもネタになるなつってもうど,んど,んどんどんアウトプットできるんですよでもこれアウトプットしないとなんだろうなうーんそのルーティンに入らないんですよねあ、これもネタになるあれもネタになるんじゃないんですよそこにならないんですよだから結局それこれって何やろうな

うーんやっぱり本気だったりとか腹くくるっていうところがないとやっぱりできないんじゃないかなっていうところですね、うん、みんなそこで止まるんでうんじゃあ腹くくるためにはどうすればいいのかっていうところなんですけどもこれはね久保さんどうしたらいいですかね腹くくるっていうこれはだって人に言われて腹くくるっていうのじゃないじゃないですかだからその うちから出る何か自分の意思がなければ無理だと思うんですよね。人からああだこうだ言われてね、人にやれとか、人が言ったからどうのこうのっていう話ではなくて、自分じゃないですか。だから自分、うーん、だから自分で決められないというか、自分で考えられないというか、 自分とやっぱ深く向き合って、自分と対話するっていうのが大事なんじゃないかなと思いますね。結構自分が答え出していかないといけないんで。うん。だから結構、その、そこがみんなできないですよね。う一回、なんかね、ヨザさんのもうこれ動画消されてますけど、やっぱ深く、あ何でしたっけ、深く、 深く後悔して、深く考えて、深くなんちゃらやれば成功できると思うよみたいなね、動画昔バズってましたけど、もう本当その通りだと思います。深くどれだけ自分と向き合ってんのかっていうところで、で、深く向き合って、深い決断ですよね。とにかく掘って掘って掘って、掘って掘って掘って、その深いところで決断できるか、浅いところの決断じゃなくて、深いところで、 あの意思決定できるかっていうところが深い行動になっていくと思いますね。うんはい、ということで深いとこでの決断にしようかな。はい行ってらっしゃい。